2K ニュースです。新潟県津南町は12日、小水力発電で発電した電力を供給することで、昨年から協定を締結している東京都世田谷区の電力事業者株式会社アップデーターまで上越新幹線を活用して、新潟県湯沢町の JR ガーラ湯沢駅から津南の雪下人参を輸送しました。こうした新幹線輸送の取り組みは津南町では4回目で、これまで昨年にユリ切り花やスイートコーンの輸送などを行っています。この日は JR ガーラ湯沢駅で雪下人参を段ボール6箱計60キロ分を積み込みました。段ボールは車内販売の準備室に置かれました。津南町の桑原遥町長も駆けつけ、新幹線に同乗し東京へ向かいました。桑原町長はアップデーターまで行き、雪下人参を届けて PR します。生のスティックサラダなどにした試食会が行われるといいます。今年の出来は、例年通り甘くて、ジューシーで美味しい人参になってると思います。どのように食べるのがおすすめですか？生産者の阿部千里さんは、雪下人参はそのまま生でスティック人参で食べてもらいたい。臭みも抜けており、柿みたいだと言われることが多い。水分量が多く、皮を剥くと水がかなり出てくる。普通の人参とは違うと話していました。GI を取得した津南の雪下人参の最盛期になりました。ぜひ春の味覚を多くの方に楽しんでいただきたいと思っています。はい、桑原町長は、津南の雪下人参は人参嫌いの子供でも食べられる生臭さのない美味しい人参だ。さらなる知名度の向上、販路の拡大を目指して新幹線を活用した PR を行った。また4月末から始まる大地の芸術祭に東京から来てもらえるよう PR もしてきたいと話しました。令和元年に地域の特性が認められ、国の地理的表示保護制度による特定農産物に津南の雪下人参という名称で GI 登録されています。GI、地理的表示とは農林水産物、食品などの名称で、その名称から産品の産地を特定でき、産品の品質などの確立した特性が産地と結びついているということを特定できる名称の表示を言います。2Kニュースでした。